八千代コミュニティプラザは、兵庫県高郡高町八千代区中野間にある公共施設。1978年に八千代町役場として、竣工した八千代公民館と八千代地域局の統合、耐震補強など大規模改造を行い、2011年5月6日に八千代コミュニティプラザとして新しくオープンした。これまでの地域局と公民館の機能を備え、コミュニティ作り、 地域づくりの活動拠点として再構築された。プラザ内には八千代図書室が併設されている。また、玄関ロビーには、敬老のヒゲアラリーがある。千代コミュニティプラザの玄関脇には、高さ約2メートルの敬老の非定床の地の石碑が建っている。八千代町は、昭和22年当時の村長、門脇正雄氏が、戦後の混乱した社会に、 敬老思想を公用すべく9月15日を、年寄りの日と定めあめらい毎年敬老会を開催して広くその普及啓発に努めてきたことが国民祝日制定の端緒となったものである。合併30周年、調整25周年にあたり改めて敬老の原点を問い平和な未来へ継承されることを記念して、老人会員の発意と善意によりこの記念日が混流される。 昭和60年9月15日八代町長、宮内良一、敬老の否定症の知石比理面より、ありがとうございます。